若い頃にヨーロッパを回って歩いたんですね。そうしたら本当にびっくりするぐらい大国精神が強いというか、自分の国の品物に対して隣行けば買えるじゃないですか。 そんなのに自分の国の車を大切にして、それで自分の文化を守りながらね、移動する手段として最低限の車で乗ってるなっていうことで非常に感動して、それでやっぱりその豪華なものはいくらでもあるわけだけど、一番そのシンプルで、で自分たちの使い勝手のいい車として僕は日本の軽は素晴らしいと思って今乗ってます。一方通行だったり狭かったり、あとはお年寄りの人が自転車でうろうろしてたり、子供が急に飛び出してきたりっていうようなところを走ってると、道路を広く使えるんですよ。広く使えるっていうことは、そこを目いっぱいの車で行って子供が出てきてブレーキかけてもガンと当たっちゃうんですよ。ところが軽自動車だとそれだけの余裕があるわけだから、いろんな意味でその人にも、人に対してもそうだし物に対してもそうだけど、道路をね広くするんじゃなくて、自分が軽に乗ることによって道路を広く使える、そこはすごいメリットがあると思いますね。立派なタイヤがついてるからブレーキもよく効くし、それで何せ小回りが楽っていうことは、それだけどっか小さいとこ入って前ぶつけないし横ぶつけないし、そういう意味でも非常に日本に合ってると思います、はい、あとはまあ簡単に僕の考え方は、自動車自体が移動する道具だと思ってるから、だから突っかけスニーカー、革靴じゃないですよ。で革靴は革靴別に持ってるんです、僕は。だスニーカーで普段その何走りやすく止まりやすく動きやすいっていうのは、やっぱり僕はその軽自動車が一番だと思うんですよ。うちの親父が、僕もまだ小学校ぐらいだったと思うんですけど、スバル360の道乗り会っていう会があって、それの会長をしてて、よく僕は横に乗せてもらって、でどっか回ったりしたんで、それからずっとなんか軽自動車のから縁がありますね。ちっちゃくてどこでも行けるっていうところで、一時ツーサイクルのジムにも持ってたりしたりしてたんですけど、あれはあれで山の中遊びに行けたりして、あとはオートバイでラリーをやってるもんですから、特に四国とか、それで K のアトレっていうワゴンがあるんですけども、それにオートバイを積んで、で四国まで行って、で帰りまたそのまま、そのオートバイで往復っていうのは結構雨降ってきたりときついんでね、あれが一番コンパクトで、で万が一その疲れた時は横に寝れるんですよ、あのアトレですと1台オートバイ積ん でそんな便利な車ないじゃないですか、乗車できないし、だからそんなんで、ああいう合理的なのが好きなんでアトレを使ってました。当時 360cc っていう、まあ、枠があってね、その中で全長もそれから全幅も決められた、その中でね、よくこんなね、もう機械好きだったんで、よくこんな四輪ついてね、オートバイだってスペアタイヤついてないですからね、でこっちは四輪ついて窓ついて椅子ついてね、それでよく走るなと思って、で調べていったら、こんなバリエーション、一つのカテゴリーでバリエーションが、まずびっくりして、これは書いておかなくちゃいけないなと思って書きました。でこれを書くにあたって、まあ自分なりに歴史を調べていって、当時まあ国民車構想みたいのがドイツで最初にあって、でドイツではあの空冷のリアエンジンの、まあ、皆さんご存知のフォルクスワーゲンという車が、まあ、ヒットラーの命令で安い車として作られて、それで国民に、生活を豊かにする道具として、ツールとしてその
推薦しようよって、国が推薦しようよっていうことが日本でもその考えられて、それでその規格は今よりももっともっと厳しい枠だったんですけど、その枠の中で作りませんかっていう提案があって、それでまあ皆さん挑戦したんですけど、やっぱりそれ無理なんですね。でちょっとオーバーしたんですけど、その代わり税制の問題だとか免許の問題だとかっていうことで優遇して、免許証も普通自動車はなくて軽自動車で運転できますよとか、税金も安くしますよっていうようなことで、皆さんが持ちやすいような形にして値段も下げた。乗用車当時のお金で100万円ぐらいしましたね。だからそれよりもうんとうんと安くして、みんなでまあモータリゼーションを楽しんでもらおうみたいな構想があったと思います。それはでも全部印象に残ってますね。やっぱりコストかけちゃいけないっていうことがあって、ある車はフロントのサスペンションは輪ゴムです。輪ゴム、ね、どうしてそんな輪ゴムでね、輪ゴムが引っかかっててそれでサスペンションになってるんですかね。いかにその、まあ、コストダウンでやったかとかね、そういう工夫がいっぱい入ってて、調べるほど面白かったですよね。僕がその45年前に書いた時の、乗用車は一番、まあ、立派なのがトヨタのクラウンとかでしたけど、今僕が乗ってるそのムーブに関しては加速性能も全然負けてないですし、ブレーキ性能も負けてないし、コーナリングも負けてないし、静粛性も負けてないし、当時のねクラウン以上に今は室内見たってそのスピーカーついたなんてのがすごいこれついてたりしてね、高音中音低音まで全部出したりして、それはね快適で夢のような車ですよ。買い物行って昨日もね、実はね1メートル80ぐらいの長さのものを買いに行ったんですね。それも後ろからプッと開けてヒュッと入るし、それからお客さん後ろ乗せてももう助手席なんかですかね、後ろ下げたら足前届かないですからね、そのぐらいゆったりしてるわけで、大人4人乗せても十分なんで、僕は今の車が大満足ですし、これからも多分ね、その決められた枠の中で皆さん頑張って開発されていくと思うんですけど、それに期待しながらね、僕も楽しみにして乗って、これからもずっと県乗っていきたいなと思ってます。将来的にはその軽自動車っていうものがなくならないで、いろんな形で進化していくだろう。まあダンプが出たりね、ダンプ仕様があったりメーカーでですよ。それからあとはそのいろんな新しい保冷車、あとは、介護用の車椅子がしっかり固定されるっていう、そういう特殊な車は世界でもメーカーとして作ってはないですよ。なんで軽自動車がナンバーを大きくして黄色いナンバーにしたのか不思議です。あのナンバープレートがねデザインのすごい邪魔してるし、それからあと空気を入れる冷やすためにも非常に悪さしてるし、あと黄色って色がねその若い人たちが嫌いますよ。僕の趣味はその盆栽でもなくてね、ゴルフでもなくて、もうほとんど車に関してなんですけど、でムーブを買った時にも実際に剥がしてみていろいろで、よくできてましてね、防音の装置の後ろに、まあ、工具入れるとこだとかいろいろあるのは全部発泡スチロールのこんな厚いのでストンストンと入ってんですね。あれで防音がすごく効いてんですけど、音楽をかけたりする時に
ゆっくりとした気持ちでね、でちょっとぐらい渋滞してもね腹立たないんでね、その走れるようにと思って、さらに特殊な消音剤というか防音剤を貼ったり、内側のドアを貼ったりして、でちょっとずついっぺんにできないんで、ちょっとずつやりながら楽しんで、今まず 99% できたんで、後で見てください。これだけ止まってるわけですから、ここへ出ても前から1台来ても通れるんですよ、軽自動車同士だったら。そういうんで道路広く使えるんで、でここもこんな風に止まってますし、この黄色い線路なんか入れるし、この車は特別にその防音材というか消音材をいろいろなところに貼って、種類は本当のこと言うと4種類くらいの材料を使ってやってます。それでこの屋根の天井、これも一回全部剥がして、内側に全部防音材を入れて、雨からのこう跳ねた音を静かにするために全面やってまして、あとドアの内側も全部やってますし、床も全部やってますし、だピラーのこういう四角い部分には発泡ウレタンっていうのを吹いてますし、あとはフェンダーの内側なんですけども、そこも消音用の専用のスプレーっていうのがありまして、それでその同じ黒い色してるんですけど、ちょっとこう厚さが厚い塗料がありまして、それを全部横塗ってます。雨が降ってきたりするとパチ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 屋根にこう弾く音がするんですけども、叩いても分かるように、低音で響く程度で、パチパチっていう高音じゃ響かないんで、雨の日なんかは非常に静かに運転してます。